吉田さん、投資し続けたものね、やっぱりね、何を一点集中するのかってすごく大事で、吉田さんがフェイスブックを辞めた時って、なんでフェイスブックなんてすごく貴重な財源辞めてしまうんだと私思いましたけども、でもやっぱり正解でしたね。で、私がね、もう一つ思うのは、何に投資し続けるかってことの一つに、誰に投資し続けるのかってことがあるんですよ。で、私はそういう意味で言うと、吉田さんとのこのね、関係に、まあ投資をしてきたって意識はないんですけども、吉田さんとの時間を持つことによってね、ものすごくね、投資回収効率がすごく高かったなと思いますね。例えば動画を送っていただくじゃないですか。で、チャンネル登録者数って必ず見えるんですよね。やっぱりね、これね、3300とか3400とか、今日も3470になって、少しずつだけども確実に上がってるんですよね。で、これやっぱりすごいと思います。かなり濃い人が上がっていってるんですよね。で、吉田さんの動画って、こう言ったらですけども、割とのんびり話されているところがあったりね、間が長かったりとか、変な動画とかもあるわけですよ。でもそういう吉谷さんの全てをさらけ出した動画に対して価値を感じて投資し続ける、時間投資をし続けるね、人がチャンネル登録をするということを考えると、もうね、不動のファンなんですよ、この3470人っていうのは。で、私の場合は1万人確かに超えたんですけども、結構ね、トレンド系とかね、こう心をつかむ、フックさせるような動画も入れてますので、必ずしもビジネスに対して関心を寄せているっていうのとは違うと思うんですよ、やっぱ一過性のものであったり、登録はしたけどもあんまり見ないよって方もいると思うんですよね。そういうことを真摯に振り返ると、吉田さんのこのね、3470人の濃さっていうのは私には到底かなわないなと思いますよね。ただね、僭越ながら申し上げますけども、私のチャンネル登録者数の方の1万1000人以上、もうすぐ1万2000人になりますけども、この方々の中でも全員が薄いわけじゃないんですよ。むちゃくちゃ濃い方もいるんですよ。むちゃくちゃ濃い方もね、それが、何千人なのかはちょっとね、把握しきれないんですけども、毎日のようにね、メールをいただいたりとか、悩み相談をいただいたりとか、贈り物をいただいたりとかっていうところに、本当に私はね、ありがたいなと思うのと同時に、 YouTube にずっとね、エネルギーをかけてきてよかったなと思います。現在私の活動っていうのは YouTube が 99% ぐらいです。 YouTube がね、で、何をやっても YouTube につなげてるんですよ。 FX をやっても動画を撮ってアップロードするみたいな形で、 FX にかけるエネルギーっていうのは、FX だけになっちゃうんですけども、ただ動画化することによってレバレッジが効いてくるんですよね。一人でどう考え、どう予測したっていうものが、また人に見られてですね、そこから私に興味を持っていただいたりとか、私の相場解説が分かりやすいって言ってね、そのまま FX をもっともっと学べるようになって、で、FX で稼ぎ出したって人もいらっしゃいますし、私の動画から始まって速稼塾に参加していただいて、さっき動画を上げたんですけども、10名ぐらいの方がね、4月に入塾して1週間以内に何万円とかいう実績を、売上実績を上げてるんですよ。いや、これもすごいことだと思いますよね。だって今までずっとビジネスの経験がない60代とかね、そういう世代、50代とか、そういう方が、今まで仕事なんてやったことないよって方が速稼塾に入って、ね、何のきっかけか分かんないですけどもね、で、速稼塾に入って、で、カリキュラム通りにやったらもう稼げたみたいなね。中にはね、4月15日に入塾して、今4月17日じゃないですか、入塾して16日1日しかなかったのに5050円稼げましたみたいなね。いや、そんな方もいるんですよ、何人かね。いや、そういう報告が次から次へと上がってくるんで、私はね、一つ一つ動画にすることは今までなかったんですけども、たまにはしてもいいかなと思ったんでね、今日は何人かをご紹介申し上げました。で、そういう意味で言うと、そういう方も速稼塾ってものにえいやと投資していただいて、私はね、投資効率を上げるために塾の運営をやったりとか指導もしてますんで、速稼塾に払ったお金以上に稼げてたでしょっていうのが、私に対する、私が考えているゴールなんですよね。一つのゴールです。通過点でしかないですけども。で、最初の1週間っていうのは概ねですね、皆さんモチベーション高いんで大体稼げるんですよ、多い方で4万円とか稼ぎましたからね、この 1週間というか数日で。で、大事なのはこれがですね、継続できるかどうかっていうことなんですよ。継続力は私も高めるためにいろんな動画を出しますけども、私の動画があまりにも面白いと、ずっと動画を見るばっかりで自分でやってみようかって気にならないのがね、ちょっとね、ポイントなんですよね。なんかウィークポイントと言いますか。だから私はそこそこ面白い動画を撮った上で、あとはね、ケツを叩くような動画も出さないといけないんですよ。
バカ野郎みたいな動画ですね。まあこれはね、ちょっと厳しい動画なんで、公開限定にさせてもらったりするんですけども、だから個人的に伸び悩んでる人で、まあ何ですかね、ご相談いただいた方の中には、結構ね、厳しいことをね、愛情とともに、お送りする方もいるんですよね。で、そういう方は結局ね、はっきりします、結果が。むちゃくちゃ稼げるように短期間でなるのか、それともそのまま萎縮して終わっていくのかってことですよね。だから結局ね、自分の中で稼げるエネルギーを消さないことなんですよ。だって稼ごうと思って、少なくともね、お金稼ぎたいと思って、もうちょっと生活を豊かにしようと思って YouTube 見たりとか検索したりとか、速稼塾とかね、ドリームアカデミーに来るわけじゃないですか。でもね、参加しただけではね、どうにもならないですよ。参加した上で自分がやっぱりね、稼げる行動を取っていくってことです。稼げる行動、稼げない行動を取ったら稼げないです。今回の動画の最後にどうしても申し上げたいことがありますけども、これ何回も言ってますけども、100メートル走があるとしてね、足の遅い人と速い人がいるんですよ。100メートル走でも、足の速い人がね、100メートルのゴールとは反対方向に突っ走ったらどうなりますか。永遠にゴールにたどり着かないばかりか、ゴールからどんどん離れていきますよね。でも足の遅い人でも、きちんとゴールに向かってゆっくりでもいいから進むと、必ずゴールにたどり着くんですよ。だからゆっくりかもしれないけども、継続して進むべき方向に進んでほしいなと思います。私は進むべき方向を指し示すことができます。吉田さんもそうですけども、こっちに行けば稼げるって方向を指し示すことができるんですよ。でもですね、焦って違う方向に走らないでほしいんですよ、勝手な判断で。それはね、稼げないです。ですから私が言う通りにやれば概ね稼げるのに、私が言う通りにせずにね、掟を破るんですよ。例えば何かのね、投資に余剰資金を投じて、余剰資金じゃないお金をやりすぎちゃうとか、何か一つに依存して自分の自己成長をね、やめてしまうとか、継続をやめてしまうとか、それから FX を学んでいるのに時間があるときしかやらないみたいなね、いや時間があるときしかやらないみたいなことになってダメですよ。もっと言ったら、FX に割く時間はいつでも持てるみたいなマインドチェンジしないとダメですよね。それこそね、暇になったらやろうと思ったら永遠に暇にならないですよ。で、暇になった時間にまたね、別のノウハウとか見ちゃうじゃないですか。そうじゃないんですよ。一つに決めたら、あとは捨てるんですよ。情報遮断するわけなんですよ。投資っていうのは基本的には1個です。1個ね。で、慣れてきたら2個、3個なんですよ。稼げるようになったら。よく分散投資って言いますけども、投資の案件とかビジネスを増やしていくと手が回らなくなっちゃいますからね。だから基本的には1個です。1個をマスターすれば十分1億円は稼げますんで、まずそこから始めましょう。で、1個をマスターしてそこそこ稼げるようになったら、それが閉じられたらやばいんで別のをやっていくわけですよ。ね、最初は私も Facebook と YouTube 使ってました。セミナーもやってました。でもやっぱりね、基本的にアフィリエイトやるときはアフィリエイトしかやらなかったんですよ。メルマガをやるときはメルマガしかやらなかったですよ、ね、YouTube やるときは YouTube しかやらないわけですよ。もう全力投下するわけなんですよ。そうすることによって一個一個そのセクションがマスターできていくわけなんですよね。薄く広くなんて全然ダメですよ、そんなの。薄く広くなんてのは、なんていうんですかね、もうね、カモを作る道ですよ、そういうのは。どっかのね、ネットビジネスを人に教える人が薄く広くなんて言いますけども、そうじゃない。1個ができない人は薄くやったら稼げないし、広くやったらもっと稼げないですよ。濃く1個、濃く1つをやるんですよね。虫眼鏡理論ですよ。じりじりと焼いていってください。本日は以上です。